明人家神田川本店は、東京都千代田区外神田二丁目にあるうなぎ料理の店舗である。1805年に、幕府の台所に勤めるまかない方だった、初代神田茂七が、当時、流行り始めた蒲焼きに目をつけ、大根菓子に来る人足たち相手に、屋台店を開いたのが始まり、現在の木造二階建ての店舗は、1952年に建てられた。創業当時、 菓子で働く人足が相手だから、タレは辛口、当時は薬、食いなどと言われ、食べられた。うなぎ屋にとって、タレは命、タレさえあれば、店が崩れても大丈夫。吉津張りの屋台店でも味は出せる。東日本大震災の時、揺れが収まるまで、漬けだレの入った大きな亀を抱えていた、受け継いだタレを守るのは、代々主人の役目である。タレは、 醤油とみりんを合わせ、2割ほど詰めたもので、使って減った分だけ、この元だレを足している。使って足して、味に年輪ができて、独特の旨味が加わる。一朝一夕にできるものではないから、タレは、命。うなぎは、さき3年、九州ゅち5年、焼き一生と言われる、白焼きと、かば焼きは串を打ったまま出している。うなぎの神田川文化二年創業の江戸前うなぎの、老舗。 加賀藩の料理まかない方であった、三河屋茂平が、吉津張りの屋台でうなぎを焼いたのが始まり、岡葉屋秋、外神田明神下神田川と書かれた詩片が、書き写されている。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、うなぎの神田川より抜粋。ありがとうございます。